敵です。
急ぎましょう。Yeah!
なんとかなりましたね。
敵です。先制だよ。やっ、えいやっ、敵です。先制チャンス。やっ、やっ、やっ、えい、やっ、やっ、回避、やっ、よっと、敵です。先制チャンス。えい、やっ、よっと、えい、やっ、よっと、もらったよ。通り、ソウルスティール。参ります。はっ、どんどん行こう。
です。先生だよ。ちょっと休憩だね。一曲いかが？心の中にもカエル、テントの中にもカエル、カエルはいつでもあなたと共に。探索に使用できるグッズが増えたみたいですね。持てないグッズは私がお預かりしておきますので、いつでもお声掛けください。うん、ありがとう。私、カエルは好きです。あ、僕もだよ。よく見るとなかなか可愛らしい顔をしていますよね。うん、急に飛び出すからいたずらにも使えるよ。そうなのですか。また
先を急ぎましょう。
です。先制チャンス。俺には構わんでくれ。今はただ静かに暮らしたいだけなんだ。俺には構わんでくれ。今はただ静かに暮らしたいだけなんだ。
お前持っている書物の断片、AP を使えば腕からアビリティ習得できる。アビリティ欲しいならもう一度腕に話しかける。アビリティ教えてやる。アビリティを選んでね。取引っていうのは、互いの得るものが平等に釣り合って初めて成立するんだ。つまり、一方的な損はさせないから安心しなよ。また戻ってきてよね。メダルがあるなら買い取るよ。毎度あり。
いるよ。鍵が開いたよ。オープン。
よ。開いたよ。安全そう。
送する？転送先を選んでね。敵です。先制チャンス。先を急ぎましょう。ご苦労様。はい、これ報酬。ご苦労様。はい、これ報酬。おかえり、小さな探索者くん。どうするかね。お前、持っている書物の断片。AP を使えば、おでからアビリティ習得できる。アビリティ欲しいなら、もう一度おでに話しかける。アビリティ教えてやる。アビリティを選んでね。捧げる者に祝福を。レベルが上がりました。素晴らしいですわ。これからもその歩みを止めてはなりません。捧げる者に祝福を。捧げなければ神への道は開かれません。またメリットポイントがたまったら来てください。
敵です。 敵です。戦技。やっ。
敵です。 転送先を選んでね。摘み取るよ。
よくぞ参った。剣の鍛錬をしていくか。おお、そうになろう。して、本日のネタは何だ。問答無用の天下一美味であった。よかろう。稽古を始めるぞ。よし、スズメ返しの攻撃力を上昇させるぞ。我がスズメ流剣術、しかと目に焼き付けよ。コマンドを確認するのだ。コンボチャンスの合図で次を入力するのだ。よし、やってみろ。うむ、見事だ。スズメ返しは攻撃と回避の合わせ技だ。敵の攻撃が来てしまったら即座に避けるのだ。剣術を改善したよ。よかろう。ごちそうさま。何かお困りですか？ゲームの進行に合わせて質問が増えていきますので、困った時はまたどうぞ。
がかかっているよ。鍵が開いたよ。オープン。扉だ。鍵を使うよ。
敵です。敵で行くよ。チャンスだよ。これで終わりにするよ。乱れ雪月花。雪月花。また積もらぬものを切っちゃったね。なんとかなりましたね。始めるよ。食事にしましょう。グーテンモルゲン。おはようございます。慌てて進む必要はないのです。一歩一歩着実に参りましょう。
よ。開いたよ。敵だよ、気をつけて。Thank you.
お集まりの皆さん、今宵も奏で聞かせましょう。この奇妙な箱が皆さんに今日はどんな幻を見せるのか、それはこれからのお楽しみ。さあさあ、今宵も闇のひとときが始まります。これは声優界に漂う記憶のかけら。ゆっくりと目を閉じ、音色に身を委ねるのです。さすれば音色が夢へと誘うでしょう。5つ目の記憶、事件当日について。もう来たんだね。おや、その手に持っている物騒なものは何だい？まさかそれで僕を殺そうなんて思ってないよね。ひどいなあ。月灯り草をどこにやったのです？へえ、怒ってるのかな？いつの間にそんな感情豊かになったんだい？いいから答えてください。さもなくばあなたはとても後悔することになるでしょう。後悔だってさ、どう後悔するんだろう。ぜひ教えてほしいな。何？ちょっとからかっただけさ。いや、嬉しいよ。実に嬉しい。まさに人形のそれだった君の瞳が今は草原のようだ。とても美しい。ああ、そうそう。花のことだっけ？あれ、調合の材料になると思ったんだけど、役に立たなかったからさ。捨てちゃった。彼の言葉を聞くと、私の頭の中は真っ白になりました。そして、手に持っていた鎌の柄で、彼を思い切り殴りました。どうでしょう、皆さん。彼女自らが語った通り、彼女には動機があり、しかも狂気まで持っていた。しかし、彼女の供述には疑問を持たれる方も多いはずです。鎌の柄で殴った？ いえ、とんでもない。彼女の復讐の刃は確実に彼の喉元を捕らえていたのです。さあ、ロゼッタ、続きを語ってください。怒りに支配されていた私は、間もなくして我に帰ると、目の前の光景に驚きました。確かに柄で殴ったはずだったのに。私はどうすることもできず、その場を逃げ出しました。やれやれ、興味というだけでここまでやってしまうとは、主の悪い癖だ。そう、パラケルススの頭部は間違いなくその胴体から切断されていた。頭の中が真っ白になっていたと彼女は先ほど語りました。つまり当時の彼女にまともな判断はできなかった。そもそも彼女はホムンクルス、元から正常な判断などできない欠陥品だったのではないでしょうか。さあ、今こそこの罪深き従者に審判を。これは否定のしようがないな。欠陥品は処分しろ。彼女を置いておくと我々の身も危険だ。魔女にはしよう。そうだ、火炙りにしろ。静粛に。
被告人、何か述べることはありますか？確かに、パラケルススの首は切断されておりました。しかし、私は絵で殴っただけです。決して、彼を殺してはおりません。では、君の目の前で起きた事実は、どう説明するのかな？それは…もう結論は出ている！見苦しいぞ！魔女にしよう！魔女にしよう！魔女にしよう！静粛に。有罪と思う者は左へ、無罪と思う者は右へ行きなさい。どうやら結論は出ましたな。被告人ロゼッタを有罪とする。彼女を今すぐ地下の釣りを。刑は日破り、執行は1週間後です。そんな。これって、もしかして。ロゼッタさんの過去を見ているのかな。レテさん、あなたは誰なの？その箱は一体何なの？私は迷えし魂を導く者。箱が奏でるは漂う記憶の音色。どんな記憶を見るのかは人それぞれ。記憶とは常に忘れ去られ消えゆくもの。消え去る前に誰かに伝えたい。それこそ魂の本質なのではないでしょうか。この箱は魂の願いを伝える触媒に過ぎません。私の記憶、あまり人に伝えたいと思えるようなものはありませんね。余計なものをお見せしてしまっているようで心苦しいです。僕、ロゼッタさんのことをあまりよく知らなかったんだ。でも、ロゼッタさんはとっても心の優しい人だってことは知ってるよ。だから、過去がどんなものであろうとも、僕はロゼッタさんが好きなんだ。もちろん、ロゼッタさんが嫌だったら、僕はもうこの続きは見ないよ。その夢が、この空間の秘密を解く鍵となるのかもしれません。メルンさんであれば、私は構いません。ただ、見たことは心の中に留めておいていただけると嬉しいです。過去というものはしばしば鮮明に思い出したくないものもありますので。うん、わかったよ。さあ、今宵のお礼をお受け取りください。続きはまた次の夜にお聞かせいたしましょう。
です。先生だよ。えい、やっ、チャンスだよ。これで終わりにするよ。ソウルスティール。ロゼッタさん。はい、参ります。
敵です。本気でいくよ。やったー、氷乱れ雪月花、雪月花。また積もらぬものを切っちゃったね。先を急ぎましょう。それでは参りましょう。この町はムクロ・オグスターブが率いる泣き殻騎士団が牛耳っているよ。せいぜい奴らには逆らわないことだね。しかし困ったね。おや、あんたまだいたのかい。じゃあついでにこの老いぼれの頼み事を聞いてくれるかい。ありがたいね。この難攻を町で一番背が高い男に届けておくれよ。何の薬かって？人の悩みにむやみに首を突っ込むんじゃないよ。あんたは黙ってこれを届けてくれればいいんだよ。町で一番背が高い男に届けておくれよ。頼んだよ。
さか城塞を越えてきたのか。いや、まさかこんなガキがそんなことできるわけねえな。ムクロガイは屍たちの町、ただここで暮らしているだけ。踏み込まなければ何もない。お前まだ生の香りがする。すぐに立ち去るなよ。まさか城塞よ。こいや、ムクロ踏み込ま、お前すぐに立ち去る。俺は C より少し低いな。少しだけ道をすすらせてくれないか。185センチ。先は亡骸騎士団の聖域。ようなき者は立ち去れ。休んでいきましょう。これでよしっと。準備はしっかりしておきましょう。
士団の射撃がある限り騎士団長には近づくこともできないだろう。どうしても騎士団と戦いたいなら射撃対策をした方がいいだろう。いいわ、町の石像と同じ高さだ。足を塞いでる騎士団員は酒好きで困るわ。毎晩飲んで暴れるからいい迷惑なのよね。C より B の方が高かったはずよ。
ります。援護します。街の石像と同じ高さだ。おう、これは私が頼んでいたものだ。確かに受け取ったぞ。あのばあさんにこれを渡してやってくれ。先生だよ。
ぎましょう。街で一番背が高い男に届けておくれよ。頼んだよ。おや、あんたちゃんと届けてくれたみたいだね。よそ者のくせに親切なんだね。これを持っておいき。もし騎士団長と戦うようなことになったときは役に立つと思うよ。ただし出どころは誰にも言うんじゃないよ。街で一番背が高い頼んで。おや、ちゃんとよそもこれを。もし来ただし、この先は泣き殻騎士団の聖域。ようなき者は立ち去れ。この匂い、お前酒を持っているな。こっちによこせ。サークルお酒は人の判断を常に鈍らせてきたもの。後悔なき人生を歩むためにも、それに溺れぬよう気をつけたいものです。そうみたいだね。これは第四層でも感じた気配。またあの光だ。私を置き去りにしたあの人がどうしようもなく憎い。ならばいっそ、ここは黒金の聖地なり。全ての錬金術師、魔術師に死を。従順なる無黒の眷属よ、我が剣のもとに集え。Thank you.
して邪魔をするの？私はただ孤独で寂しいだけなのに。あなたは一体誰なの？僕たちはあなたの邪魔をしようとしているわけじゃないんだよ。お願い、もうこれ以上私に踏み込まないで。この感情は、いいえ、そもそも感情だなんて、そんなものは。異形なる世界、異形なる者ども、この世界の底に広がるはただ闇。進むのが怖くないといえば嘘になるけども、ひとひらの決意が僕らの背中を押す。転送先を選んでね。
この日を見てるとよ、まるで自分の人生のように思えてくる。薪をくべりゃ燃え続けるし、ほっときゃくすぶってやがては消えちまう。こうなるぜ。いいんだな、任せろや。ほらよ、持っていきな。武器を無駄にするんじゃねえぜ。よう、戻ってきたか。お互い血には逆らえねえってわけか。こうなるぜ。墓標でレアアイテムは手に入れたかい？僕ならまず強運のお札を持っていくね。新しく入荷したから見ていってくれよ。ご苦労様。はい、これ報酬。ご苦労様。はい、これ報酬。クエストが解放されたよ。おかえり、小さな探索者くん。どうするかね。クエストを確認するよ。探索は順調かね？焦らずじっくり進めればいいよ。ご苦労様。はい、これ報酬。ご苦労様。はい、これ報酬。
ご苦労様。はい、これ報酬。おかえり、小さな探索者くん。どうするかね？捧げる者に祝福を。レベルが上がりました。素晴らしいですわ。これからもその歩みを止めてはなりません。捧げる者に祝福を。レベルが上がりました。素晴らしいですわ。これからもその歩みを止めてはなりません。捧げる者に祝福を。素晴らしいですわ。これからもその歩みを止めてはなりません。捧げる者に祝福を。捧げなければ神への道は開かれません。またメリットポイントがたまったら来てください。お前持っている書物の断片、AP を使えば腕からアビリティ習得できる。アビリティ欲しいならもう一度腕に話しかける。アビリティ教えてやる。アビリティを選んでね。